のチョコットラジオ配信 <noise> どうもここんちたそなとある二言目よ <laughs> 失礼しましたえー、現在 VTuber として活動しておりますといちゃると申しますよろしくお願いいたしまーすまさかね初手からあんなにかぶと思いませんでした <laughs> まさかの失敗 ちょっとね、失敗つながりのお話になるんだけどこないだねクランドっていう酒ガチャのサイトで「お酒を買ったのよ」で「あの酒ガチャとは何ぞや」っていうところなんだけどこう何本入れのお酒を買いますよーっていうのだけ選んであとはこうお店の人がランダムでお酒を入れてくれるっていうのが酒ガチャ。 まあね、苦手なものがある人は、こう、これは苦手で、あれは苦手で、あれアレルギーなんですよねっていうのをお店側に伝えて、で、購入することができるんだけど、まあ、ペチャルは嫌いなものがなかったんで、特にこう除外するものもなく注文したんですけれども、まあ、そこまではよかった。で、何本頼むかっていうところを悩んでしまって、ペチャル。うん。で、3本入りのレアドが確定しているガチャをするのか、 6本入りでレアは確定していないガチャを引くのがそれにすごい迷っちまってでプチャロは悩みに悩んだ結果6本入りの方を買ったのうんいや3本でレア確定は魅力的だったよレアレア度の高いお酒はやっぱ値段が元の値段がね結構いい 物が入ってるみただ段自分がね手に取れないようなお酒が入ってるってすごく魅力的だったんだけどピチャラは自分のガチャ運も信じたくて6本入りを買ったのうんでまあ宅配便の人がお家に届けてくれてパッて開けてまあ見たのよあ残念レア度の高いのはなかったなかったけどあの届いた日に早速1本開けて飲んでみたんだけどべらぼうに美味しくて最高だった え、プチャロさん、ところで何を失敗したのって思うんじゃないですか。プチャロ、はっ,って思い出したの。宅配便の人が言ってた一言。すいません、これ、用冷蔵なんで、冷蔵庫に保管をお願いしまーすって言ってたのよ。で、プチャロ何本買ったんだっけ ?1、2、3、4、5、6本買ったのよ。冷蔵庫に入るわけないじゃん、6本も。<laughs> ミスって。 いや、これがね、プチャロの、あの、両親が、お酒飲む人だったら、ね、冷蔵庫にお酒6本入っててもさ、一緒に飲もうみたいな感じでさ、飲んでさ、みんなで分けようよみたいな感じで飲めるけど、プチャロの両親全くお酒飲まないの。一滴も飲まない、本当に。ガチで飲まない。うん。あの、チョコレートとかに入ってる、あの、お酒ですら、うわーこれお酒入ったらプチャロにあげるよっていうぐらいお酒飲まないの。そう。 だからさ、6本もさすがに冷蔵庫に入れるの申し訳ないじゃん。だから、ちょっと3本だけ入れて <laughs>。あと3本は常温保存にした。いやー、3本だった。完全に、あの、3本の方を買うべきだった、これは。ミスった。そう、値段が変わんないから本当に悩んで。そう。いやでもね、6本あるのは嬉しい。やっぱいろんな種類。 見れるからね。普段自分が買わないようなお酒から。まあ普段ももしかしたら買うようなお酒も入っていたかもしれない。そう。悩んでね、悩んで悩んだ結果、六本入りを買ってしまったがために冷蔵庫がパツンパツンになるっていう。うん。けどね、酒ガチャ自体はすごく楽しくて、今六本家にあるんだけど、<laughs> もう引きたい。ははは。 ガチャが楽しくてさ、もう引きたいんだよね。次のガチャ。え、だからさ、ちょっと誰か引いてよ、プチャロの代わりに。何が出たか教えて。もうなんならさ、6本引いてさ、プチャロとレア度勝負しようよ。プチャロ、レア出なかったけど、みんなちょっと出るか試してみて。お願いします。<laughs> お願いしますそう。気になるはみんなの結果が、ちょっと6本飲み切ったら、もう一回引くわ。再チャレンジする。酒ガチャ。 でもね、これね、ガチャっていうところが本当に沼だと思ってて、プチャロね、過去に、あの、携帯アプリの奇世界ゲームにハマったことがあってね。で、その奇世界アプリ、まあ、サンリオ、サンリオの、ハロースイートデイズっていう、あの、奇世界アプリのゲームなんだけど、まあ、それも、こう、インテリアであったりとか、洋服であったりとか、ガチャで引いて、こう、 アイテムが出るか出ないかみたいなで、まあそれももちろんレア度があって、こう髪の毛とか目とか口とかあの人気のあるこうアイテムはやっぱレア度が高くて、で、まあちょっとしょぼめのアイテムとかはね、レア度が低くて何個も出ますよって、まあ普通のカチャと一緒だよね。そう。なんだけど、まあもちろん着せ替えアプリだから、 着せ替えってキャラクターが強くなるとかでもないの本当に着せ替えってあかわいいってするだけっていうのは変だけど、まあ、それが楽しくてやってたんだけど、まあ、だから何が強くなるわけでもないんだけどそれにあの月10万円突っ込んでた時はさすがに震えた。<laughs> え,えあれ ?10 万円みたいな。本当に ガチャ沼だった。もう、プチャロが10万円を課金してしまって、どうしたかっていうと、う携帯アプリ、アプリを消した。<laughs> もう、もう、プチャロを止めるにはアプリを消すしかないと思ってアプリ消した、うん。いや、しょうがなかった。でもね、データは消せずにいる。データは消せずにいる。で、気が向いた時に、iPad には、 入りっぱなしなの。そう。あの、iPhone に入れて常に手に持ってると、もう息を吸うかのごとか課金してしまうから、iPad に入れることによって、常に頻繁にはアプリを開かないようにしておいて、で、気が向いた時だけ、開いて、ちょっとゲームして、ガチャを見て、深呼吸して、アプリを閉じてるっていう <laughs>。 そう。<laughs> あの、今、無料でね、遊べる範囲で、あの、楽しんでいますよっていう感じなんだけど。でもね、その時のね、給料が、普のフリーターだったんだけど、ほとんど働いてなくて、その時。給料以上の課金をしてしまってて、もう、どん引きよ、ほんとに。まあ、給料以上のさ、課金をしてしまうっていうことはさ、まあ、ほにやばいじゃん。<laughs> やばいじゃんそうだからねこのここにねプチャロがギャンブルとかをやらない理由があって多分ガチャも当たるまでやるからギャンブルを始めてしまったら当たるまでやるんよきっとそうだからね本当にパチンコ屋さんにだけは足を踏み入れたことがまだ人生で一度もないです <laughs> そうちなみに、ね、ゲームセンターかな あの、子供の時に、パパチャロとゲームセンターに行った時に、あの、軽く二人で、一万円とか使ってて、子供よあの、小学生とかそれぐらい子供の時に、あの、パパチャロと一緒に、ゲームセンターで一万円使ってて、小学生だよ。びっくりしちゃうよ本当に。あ <laughs> れ当時ね、パパチャロ、もパチンコ大好きのギャンブラーだったから、 ゲームセンターとかもすごい好きで。特に好きだったゲームが、今はね、もうほとんど見ない機械、ゲームの機械なんだけど、ちょっとね、名前がわかんなくて、プツプ調べたの。調べたら、ポケットリフターっていう名前のゲーム機、ゲーム機っていうのかなまあ、ゲームセンターに置いてある機械で、6個ぐらい景品が並んでて、で、100円玉入れると、ルーレットがついてて、そのルーレットがくるくるくるーって回り出すんだけど、 その、ルーレットに、えー、マイナス4から、プラス5までの数字が書いてあって、5まで数字が集まると、商品が、ポンって落ちてくるっていうシステムなの。そう。だからまあ、ルーレット次第のゲームではあるんだけど、それにすごいハマってしまっていて。うん。パチャロムパパチャロム。そう。めちゃくちゃ楽しかった。でもどうやらあのゲーム、なんか、 調べてちょこちょこ出てきたんだけど、うんじゃないらしい。っていうのは、ここだけの話にしておきましょうか。はい。<laughs> まあでもね、いろんな沼があるけど、プチャロは、今はね、もう、配信という沼にズブズブですよ。はい。みんなもね、配信の沼、いや、VTuber という沼、いや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 、プーチャロという沼にハマってみるのはいかがでしょうか そちらのチョコットラジオの配信状はい。ということで、しっかりね、沼に <laughs> 沈んだところで <laughs>、今日もやっていきましょう今日ね、なんとね、あの、マシュマロがめちゃくちゃたくさん来ておりまして、嬉しいね。ありがとね。そう。で、前回出させていただいたお題、100万円あったら何に使うっていうお題については、 この動画が投稿された日は期限になるので、締め切りね。あの、お便りの締め切りになるので、今日はちょっと言えない、読めないんですけれども、ちょっとそれ以外にもマシュマロね、くださっていた方がいるので、そっちを読んでいこうかなと思います。それでは一つ目のお便りでございます。スポーツは好きですか見るほど、するほど、お便りありがとうございます。 まずね、プチャルで、見る方とする方だったら絶対に、する方が好き。うん。テニス、ゴルフ、バドミントン、卓球、なんだろうね。バスケとか結構広く浅くやるのが好きかもしれない。で、見るのに関しては自分ができないスポーツ。うーん、野球とかサッカーとかその辺かなうん、を見たりする。でも、 それはやらない。ちなみにね、野球に関しては、まあソフトボールだったんだけど、それョ一回だけやったことがあるのよ。うん。ソフトボール。やったんだけど、やった理由が友達に誘われてソフトボール始めたんだけど、その誘ってくれた友達が、全然来ないの。<laughs> 全然練習に来なくて、えみたいな。 でも、いいやと思って、プチャロ知らない人ばっかりだし、やめようと思ってやめたの。そしたら、その1ヶ月後くらいに友達が、あのー、練習に行き始めてたみたいで、えー、っつって <laughs>。だから、そっからね、野球、ソフトボール系は、やらなくなっちゃった。けど、あの、バッティングセンターは、好き。楽しい。うん。で、サッカーに関しては、マジで、べらぼうに向いてない <laughs>。 リフティングとか、あの、うわー、たくさんできたって思ったら2回ぐらいしかできてない。それぐらいサッカーは下手くそ。<laughs> でも見るのは面白いなって思って見る。って感じかなーじゃあ続いてのお便り。ママチャロが作ってくれる料理の中で一番好きなのは何ですかお便りありがとうございます。そうだね。プチャロがママチャロの作った料理の中で一番好きなのは 茶碗蒸し。もうこれはね、覆せない。もう茶碗蒸しがいっちゃ美味しい。プチャロのお母さんね、あの、一回、え、これ美味しいって言うと何回も作るタイプなんだけど、だいたい何回も作ると味が変わってきちゃうんだけど、茶碗蒸しだけはなぜか味が変わらなくて、まあ分量通りにやってんのかな、もしかすると。本当に美味しくて。そう、ずっと永遠に食べてた。<laughs> マジで、ママチャロの茶碗蒸し、永遠に食べてた。 冷蔵庫に茶碗蒸しストックを作っといてくれて、それを温めて食べるとかっていうこともしてたくらい、本当に美味しい。超美味しい。大好き。そう。でも、ゴリゴリの大根が入ったカレーライスを作るのだけはちょっと、あの、勘弁してほしい。<laughs> それだけはちょっと勘弁してほしいかなって感じ。全然ね、文句言わずに食べますけどね。うん、これ聞いてないといいな。<laughs> そしてね、ちょっと茶碗蒸しに繋がる質問があったんで、そのお便りも読みましょう。続けていきます。豚骨、味噌、醤油、塩、その他、好きなラーメンのタイプは何ですかというお便りが来ております。ありがとうございます。え、これ茶碗蒸しに関係あるって思うじゃん。まあ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 話を聞きなさいな。 ちなみにプチょロが一番好きなのは、醤油味のラーメンが一番好き。で、なんで醤油なのっていうところで、やっと茶碗蒸しのお話が出てくるんだけど、醤油ラーメン食べた後の、あの醤油ラーメンのつゆを、こう卵と溶いて、レンジでチンすると、茶碗蒸しが出来上がるってわけ。もうそこまでして醤油ラーメンが完成すると言っても過言ではない。そこまでするとね、お腹の満足度もやばい。 めちゃめちゃ美味しい <laughs>。それで醤油ラーメンが一番好き。で、ちなみに二番目に好きなのは豚骨ラーメン。豚骨はうまい。あの、博多ラーメン初めて食べた時はマジで感動した。屋台でね、食べたやつだったんだけど、普通に一杯目食べるじゃん。うまいと思って食べて、じゃあ買い玉くださいと思って買い玉頼んだら、 一杯目と同じラーメンになった。もうなんか、暑さとかもうそういうのも全部、一杯目となんか同じ感じで、もう本当にね、もうツル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 って食べれちゃった。ま、ぷちロね、麺類吸えないんだけど。<laughs> も,ぐも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 ぐってラーメン食べた。美味しかった。まあね、屋台のラーメンだったからね、また次同じお店に行こうって思ってもなかなか会えるもんじゃないのかもしれないんだけど、しかもその時当時、小学生だったから、 ちょっとね、もう一回あのラーメンが食べたくても出会えるかはね、なかなか難しいかもしんないんだけど、出会えるなら食べたいなお腹空いてきたな <laughs> <laughs> そしてそして、食に関するね、話題がもう一つあるので、それも読もうかなお酒の中で一番好きなのは何ですかお便りありがとうございます。 お酒はね、一番はやっぱりビールです。うん。うわあ、お酒飲みたいなーって思ってるその頭の中ではビールを絶対に想像してる。プたロは。そう。で、ビール飲んでからこう日本酒に行ったりとかワインに行く日もあったりとかするかなーまあね、外じゃなくて家で飲むよっていう日はビール飲まない時も全然あるんだけど。 外で飲むってなったらやっぱり一番最初は生ビールがいい。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 やっぱね、生ビールでしか味わえない、あのなんか、喉越しとかがね、あるよね。ごく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 、パーってしたい。それが美味しい。まあね、クラフトビールとかも好きなんだけどね。何なんでも好きじゃん。なんでも好きだけど、まあ、一番はなーにって聞かれたら、ビールですね。はい。 <laughs> って感じで、食べ物系に関する話題はこれぐらいかな。みんなもね、ハマってる食べ物であったり、好きなお酒とか飲み物があったりしたら、それもね、コメントとか、マシュマロとかで書いてもらえると嬉しいです。ではでは続いて。お題に関係ないけど、プタロのゲームと並走するか、配信にかじりつくか悩んでます。 並走するとちゃんと配信聞いてないみたいな罪悪感ある WW。聞いてるんだけどね、W。<laughs> というお便りをいただきました。ありがとうございます。普通のね、ライブ配信だと結構ゲームをしてることが多いんですけど、今やってるゲームの中で並走するってなると、RPG のマザーっていうゲームか、リトルナイトメアっていうホラーゲームの2種類があるかな、並走するならね。 ま、でもね、全然、どっちでも大丈夫。一緒にやってもらっても大丈夫だし、あの、かじりついて見てもらっても大丈夫です。なぜならば、どちらでもめちゃくちゃ嬉しいです。<laughs> ね、あの、ロムしていただいていても、あの、コメントたくさんくれても、アーカイブで見てくれるのも、どれも嬉しいから、大丈夫。ありがとう。<laughs> あ、でも、あの、普段コメントをくれてるよーって人だったら、 あ、あれやべ今日、配信にコメントちょっと少ないぞって思ったら、あの、ちょろちょろちょろってコメントくれると、あの、プチャロが、頑張れます。特に、あの、リトルナイトメアとか怖いゲームやってるときは、あの、ビビり散らかしてるんで、コメントがあると、ちょっと安心できる。<laughs> はい。けど、このさ、一緒に進めるってすごいいいよね。一緒にゲームやってるみたいな感じだもんね。面白いなって思った。ありありあり。めちゃめちゃあり。 楽しい。うん。ありがとね、お便り。はい。じゃあ、ゲーム関連でもう一個あるので、こちらも読ませていただきます。いつも楽しそうにゲームしているのを拝見しています。どんなゲームが一番好きですかというお便りをいただきました。ありがとうございます。そうだね、一番好きか。まあ、今回一番最初にも話した、着せ替えゲームとかは結構好きだったりする。 <laughs> 乙女プーチャロー、奇世界ゲーム一番好きだって。あと、それ以外に今までバカハマりしたゲームは、クッキークリッカーっていうひたすらクッキーを量産していくクリックするだけのゲームなんだけど、それに異常にハマってた。<laughs> <laughs> そう、今ね、マザーっていうゲームやってるんだけど、RPG ってこう、レベル上げをしないといけなかったり、結構作業要素が強くて、苦手意識を持ってたの、今まで。でもね、クッキークリックアップチャルやってるじゃん、めちゃくちゃ作業ゲームなのよ。だって、一生クッキーをクリックしてるだけのゲームだから。本当に作業ゲームだし、放置ゲームなんだけど、そう。好きみたい <laughs> なんかね、RPG に謎な苦手意識があったんだけど、 うん。苦手じゃない好きだわ <laughs> 今すごい楽しくマザーやってます。もしよかったらね、あの、マザーっていう1900何年とかのレトロゲームなのかなファミコンのゲームなんだけど、興味ある人はぜひ覗きに来てください。じゃああともう一つだけ読んで、今回のお便りコーナーはおしまいにしようかな。他にもね、たくさん書いてくれてるんだけど、次回に撮っておこうかなって思います。 来なかったらね寂しくなっちゃうんで取っとく…く取っときます <laughs> はい続いてのお便りプーチャロさんこんばんはちなみに朝書いてますやっぱり普段はかっこいい系ですかロリータ系も似合いそうな印象です大きなリボンとかもいいかもスタイル良さそうですからきっとどんな服も似合いそうですということで…ありがとうございますこれもしかしたら前回…前々回かな読んだ方と同じかな虫や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  うん。ありがとうございます。ロリータ推しだね。<laughs> プブーチャルのロリータ推しだ。うん。普段はね、割とガーリー系な服を着てる。うん。あの、配信だとね、パーカーだけなんだけど、緑のパーカー着て配信をさせていただいてるんですが、普段は割とガーリー。スカートも履くし、あの、ブラウスとかも好きだったりする。けど、リボンはあんまりつけないかなーって感じ。好きだけどね。 そう、めちゃめちゃ好きよ。好きだけど、あんまり汚いかもしんない。その部分、奇世界ゲームで消化するというわけですね、その欲求を。<laughs> もうだからね、奇世界ゲームのプーチャラはもうフリフリよ、フリフリ。リボンもデンデンデンってつけて、フリ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 ーって感じ。ピンクピンク、ピンク水色、紫みたいな感じで、結構可愛い系を着てるかなって感じ。普段には、結構清曽めかもしれない。うん。 いや、ちょっとやばいな。会食違いって言われちゃうかもしんない。どんなプーチャルも愛してください。<laughs> はい。ということで、本当にね、たくさんお便りありがとうございます。ちょっと、次回に撮っておきますね。ありがとう。 まだね、100万円の話題も触れられてないのに、次のお便りのテーマを聞くのは、ちょっと心苦しくはあるんですけれども、次のね、お題を出させていただこうと思います。次回100万円のね、あの、もらったお便りを、題材にお話しさせていただこうと思っております。ってことで、次回の、次回のテーマになるのかななんとね、2週間後ね、2週間後はもう6月になります。6月といえば、やっぱり梅雨なんじゃないでしょうか。 ということで、次回のラジオ投稿までに、えー、書いていただきたいお便りのテーマは、梅雨で雨ばっかり、そんな時みんなはどうやって過ごすもしね、お気に入りの雨の日の過ごし方などあれば教えていただけると嬉しいです。またね、あの概要欄にマシュマロお質問箱貼っておくのでそちらにお便りいただけたら、ハッピーハッピーハッピーです。よろしくお願いします。 プチャロの「ちょこっとラジオ」配信中この配信は聞いてくれている皆様の提供でお送りさせていただいておりますいつもありがとうございますえー、このねハイテンションでお送りしている「プチャロ」のラジオですがただいまのプチャロが今過ごしている時刻はというと朝4時39分。 びっくり <laughs> 朝から超ハイテンションまあ、これは深夜テンションの名残でもあるんだけど、びっくりした。もう月曜日じゃんラジオ撮らないと <laughs> だんだんね、あの、ちゃんと月曜日はラジオを投稿する日だよっていうサイクルがね、ついてくるともうちょっとね、あのー、深夜、もうちょっと夜遅くに録音ができるかもしれないって感じかな。 でもね、まだね、4時、どうだろう外暗いかなちょっとカーテン閉まっちゃってるからわかんないんだけど、朝5時はね、さすがに明るいけど、4時はまだ暗いかなどうかなどうみんな、朝起きれてるどうですかうん。でもね、やっぱ、朝ってさ、朝しか味わえない空気がなんかあるよね。なんか、明け方っていうのかな空気がうまい <laughs> たまにさ、 明け方に外出てさ、はぁ、って深呼吸すると、空気が美味しいのよ、なんか。わかるかなこの気持ち。早朝にしか味わえない、あの空気。うまうまですよ。みんなもね、もし、早く起きた日とか、ちょっと夜中、遅くまで起きちゃってて、いつの間にか朝になってましたよ、なんて日には。たまにはね、外に出て、 深呼吸だけでもしてみると気持ちがいいかもしれない。ぜひやってみてください。プサロもこれ取り終わったら一回シャワー浴びて深呼吸してこようかな。ふ <laughs> うーっつって。<laughs> 目が覚めるかもしれない。いやー、仮眠するかなやいよね。もうこの時間になってくると。まあね、月曜日、週の初めですよ。頑張るためには睡眠も大事。プサロも寝なければいけない人間のもの。

もしかしたらプーチャロじゃない人も今後出てくるかもね。とか言っときます <laughs>。ちょっとね、プーチャロがラジオが好きっていうこともあって、継続していきたいなって思ってるので、どん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 あのレベルアップできるかな。していきたいね。していくために、いろいろ考えていこうと思っているので、今後ともね、よろしくお願いします。実はね、第2回再生回数、結構落ちるんじゃないかなと思って、不安だったの。 でもね、みんなね変わらず見てくれて本当に嬉しかったありがとうございましたもしかするとね今日初めてプーチャラのラジオ聴くよっていう人もいるかもしれないいたら嬉しいな <laughs> はいあの毎週ね月曜日朝6時に投稿させていただこうと思っているのでぜひチャンネル登録をして高評価もして次回のラジオ待っていてくださいということで 今週のプーゼロのちょこっとラジオ配信はこれにておしまいでございますみんな月曜日から頑張っていきましょうということでおつちゃろんまたね